うまく入り込めたね。ここを抜ければもうすぐ王都よ。本当なのか、王様が死んだって。軍は葬式の支度に兵を取られて治安は最悪。ただでさえ妙な怪物が出るとかで兵隊が足りんのに。怪物か。確かに近頃噂を聞くな。おまけに王には世継ぎがいない。後釜争いで揉めるだろう。思いやられるぜ。何凱旋者。諸君、我々は義勇団である。王家も政教ももはや救いにならぬ。軍神ルイ様の世が来るぞ。資金と忠誠を捧げよ。従う者は守る。だが逆らえば。波動機族のくせに。珍しいエルダ族か。本当だ。角も長い耳もね。汚れた種族だ。王都に何の用だ。おっと、なんだ、生意気にこんなもん持ちやがって。待て！ああ逆らうなと言っとる。おい騒ぐな。皆殺しにされたいか。抜いてみ、死ぬ覚悟はあるということだな。邪魔だ。もう治安悪すぎでしょ。軍神ルイさん、ちょっと大丈夫？匿名のことはバレずに済んだし、幸運だったと思いましょう。そっちは大丈夫？私の心配できるなら大丈夫そうね。分かってると思うけど、私たちの正体が誰かにバレたら終わりだからね。命より重い任務よ。失敗したらもう行き場なんてないんだから。大丈夫？行くわよ。止まって。気をつけて。いい？みんな。不安に向き合うよ。いい？警戒して。強敵が近くにいるわ。敵
体力少ないよ。無理しないで。一応確認しとくけど、初任務の手順分かってるよね。ま、任せ。怪しいから一応確認し、まずは王都に入って歩兵者で新兵として採用されるよう動い、これは王国の命運がかかった特命。遂げるか死ぬかよ。でも死ぬのは嫌。絶対やり遂げましょう。日が暮れる前に抜けないと危険ね。めげずに急がなきゃ。不安は現実に恐るべき怪物をいつもの魔法をかけてあげる。この世に初めて生まれた魔法は、お、見て、あそこね。種族と三つの国が魔法の恵みに抱かれる大地、ユークロニア連合王国。王国歴785年、ユークロニアは突然の王の死に揺れていた。不安から種族同士はいがみ合い、格差に引き裂かれ、かつて歌われた英雄譚を覚えている者もない。これはそんな世界を塗り替える幻想の物語。しろよ。つるせ、つるせ。違う、俺は何もやってない。嘘つけ、二本足の犬め。楽しきで何でもやる奴らがよ。他の者を魔導機の正しからざる使用の咎で死刑とする。カリパスってだけで言い分すら聞いてもらえないのね。ひどいだろ。あんた、何か恵んでくれよ。ありがとう。俺の、ちょっと恵んでくれよ。待て。田舎とは違うのよ、まったく。
あ、遊びに来たんじゃないからキョロキョロしないで。うん、馬車でも分かったでしょ、あなたと同じ種族なんて一人もいないんだから。種族が幅を利かせてるらしいよ。ただでさえエルダ族なんて珍しいから絡まれないよう気をつけて。ねえ聞いた？陛下の話、病気じゃなくて本当は殺され死ねって。確か王子様の時もそうじゃなかった？襲われた勉強で怪物が出たってよ。今度も兵隊を。ここんとこ軍はふぬける一方だな。せめて後継ぎの王子が死んじまってなけりゃな。陛下が見まかられたこの一大事にもやはり王子殿下の身に変わりは。王国一の聖女ですらも清め得なかった呪い、いかな我ら。襲撃から早10年以上だ。お体のこのようなやり方、殿下はお許しにならぬであろうが、殿下を呪い陛下のお命までも奪ったあの男だ。軍へと潜り込み老子に伝令を届け、まさかお主に頼むことになる。これは匿名である。まずは御弊社の建物を探しましょう。そこで身辺を。いい？どうすれば。さて。使用の際これさえありゃちょっとは上。さすが都会ね、魔導器がこんなに出回ってる。へえ、いろんな形があるもんなのね。一つくらい欲しいな。いや、いくらすると思ってんの。けど魔法を使うのに道具が必要。その点私なんか魔法も使えるしマグロの流れだ。ほう、珍しい妖精にエルダ族の子供か。もしそうなら捕まらないよう気をつけること。失礼、私がここの店主だ。これなどいかがか。王爵を模した特別な記念品だ。王爵って？知らないんだっけ。あ、王爵は代々の王が証として受け継いできた一本の爵状だ。天変地異も要は世界最高の性能を持つ魔導器だな。王はそれけど後継ぎがいない。そういうことだ。次期王の魔法。何しに来たのかは知らないが、ここは近いうちに人腹もある。覚えておきます。自分の身を守れるのは自分だけだ。なんか妙な店主だったわね。でもっていうか油売ってられないわ。さ
行ってみましょう。ねえ、さて、エルダの分際で。歩兵者、じゃあここから先は任せるわ。あ、面接で何か聞かれても任務に触れない限りは素直に答えていい。うまく採用され、じゃあし、ああ、貴族出身？食うに困らん。さては家が落ちぶれたか。ここでは強さを家柄で測るのか、俺を軍に入れるのか、入れぬ。て、若造、いいだろう。入隊は認めてやる。だが軍務では長官命令は絶対。青臭い坊ちゃんに現実を叩き込んでやる。せいぜい。貴重な味方を脅して統率か。思ってたより能なしの集まりだな。でも安心しろ、この国は俺が変えてやる。言わせてよ。やめとけ。こんなことで医者の仕事を増やって。悪運に感謝しとけ。ほら次。はあ、エルダ族だと。年は18の孤児。志願した理由は何だ。仕事が欲しいだけだ。冷めたやつだな。ま、で、軍でどういう活躍ができる。得意なことはあるのか。この頭脳を生かして。学もないだろう。最後だ。貴様、字は書ける。